You should have saved me some. Goodbye! ゾンビ、他のゾンビたちと雰囲気が違う。歩いてないから目立つのかな。なんか気になるな。
Zombie Hunter! いたしまして。大丈夫、足の擦り傷と貧血だよ。でもリサどうしてここに？逃げなかったの？サユリを置いて逃げるなんてできないよ。サユリなら絶対逃げないで残ってると思ってた。私のこと探してくれてるって。私もサユリのこと心配だったし。リサありがとね、心配してくれて。当たり前だよ。さゆりは私のお姉ちゃんみたいな人だもの。それにいつも心配かけてるのは私だし、今だって気絶しちゃって。さゆりが応急処置してくれなかったら。私だってリサを心配するのは当たり前だよ。それに看護実習は得意教科だから任せて。国語、数学、理科、社会、英語は苦手だけどね。はあ、私もリサみたいに頭良かったらな。そんな、私。リサ、もう歩ける？うん。どうするの、これから。逃げるにも、まだ校庭にはゾンビが。わかってる。逃げる前に、校内を探そう。探すって。何を？生存者だよ。まだ誰か取り残されてるかもしれないでしょ。だったら助けないと。ああ、でも武器をどうにかしないとな。今のところは銃だけでもなんとかなってるけど。ゾンビに取り囲まれた時のために接近専用の武器も欲しいんだよね。あ、そうだ、教室に行けば木刀がある。よし、取りに行こう。無茶だよ、校内にもゾンビは入り込んでるんだよ。さゆり、救助が来るまで隠れてよね。大丈夫だよ、リサのことは私が守るし。うん、分かった。よし、じゃあ行こう。いつも。え、何か言った？うん、何でもないよ。探索してみよう。これいいもの見つけた。これでよしだ。これでよしだ。これでよし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 。任務完了。
こいつはありがてえ。これでさゆりは、あ、百人力じゃ。おじいちゃんの真似だ。いつ聞いてもそっくり。もう子供の頃から言われ続けてるもん。秋葉の家は先祖代々武士の一族。さゆりよ、この木刀は武士の魂、決してなくすでないぞ。でね、もううんざり、聞き飽きたよ。そんなこと言ってさゆり、しっかり剣道部じゃない。うん、だって剣道部に入らないとおじいちゃんに怒られるし。気づいてる？剣道してる時のさゆり楽しそうだよ。え？まあやっぱり好きなのかな、剣道。あー、でもリサがなぎなた部に入ったのは意外だったな。昔っから嫌そうだったから。そう？私だっておじいちゃんに鍛えられたし、さゆりのうちに引き取られてから。あ、ごめん。え、なんで謝るの？もう気にしないでよ。それにおじいちゃんには感謝してるんだ。いつも泣いてばっかりだった私になぎなたを教えてくれて。リサ、もちろんさゆりにもね。でもごめん。え？何が？私全然強くなれなくて、いつも守ってもらってばっかりで。新しい武器発見。ガールゾンビハンター。ダメだね、私やっぱり。あの日からパパとママとお兄ちゃんが事故でいなくなった時からずっと泣き虫で、なぎなたも全然強くなれなくて逃げてばっかり。今日も今も怖くて、急にゾンビがたくさん襲ってきて振り返っちゃって、ずっとさゆりの名前呼びながら。私、リサ落ち着いて、大丈夫大丈夫だから。リサには私がついてるね、だから安心して。さゆり、ありがとう。でも？なんでもない。ごめんね、もう落ち着いたよ。それでこれから生存者を見つけるの？どうやって？コア内を手当たり次第に見回って。ねえ、私思ったんだけど、職員室に行かない？え？職員室？なんで？校内放送を流すの。それで、そうだな、確か2号館の2階、2組の教室に緊急通信の機械があるから、そこに集合してもらって救助要請を送ろうよ。どうかな？それだよ、さすがリサ、頼りになる。行こう、職員室。それじゃあ私はこっちを探すね。
丈夫そう。大丈夫？リサ。うん。なん